朝倉未来は、日本の男性プロ総合格闘家、YouTuber、スポーツインストラクター、実業家、歌手。愛知県豊橋市出身。元ザアウトサイダーに階級王者。トライホース赤坂所属。弟は同じくプロ総合格闘家の朝倉会。少年時代は、極心からで、相撲を習って、体を鍛える。高校進学後、障害事件を起こした医学処分。 名古屋で社会人生活を送りながら地元の豊橋で暴走族の副総長として喧嘩に明け暮れる日々を送る。その後、無免許運転により少年院に収容され16歳から18歳までの1年4ヶ月を過ごす。退院後は格闘家を志し全道会豊橋道場に入門。名古屋の地下格闘技団体国王やディープへの参戦を経て2013年から 弟の朝倉海と共に、ザ・アウトサイダーに参戦した。2015年7月19日、ザ・アウトサイダー第36戦の65から 71kg 級、タイトルマッチで王者の吉永慶之助に挑戦し、1R に、右フックで小勝を収め王座獲得に成功した。12月10日、ザ・アウトサイダー、大田区総合体育館スペシャルの60から 65kg 級、 タイトルマッチで、2年前に一度敗れていた王者の樋口、舞台に挑戦。1R にリアネーキッドチョークで一本勝ちを、収めリベンジを果たし、ザ・アウトサイダー史上初の2階級制覇を達成した。2016年3月27日、ザ・アウトサイダー第39戦の65から 71kg 級、タイトルマッチで挑戦者の両と対戦。2R にギロチンチョークを仕掛けられた際、 ギロチンチョークは片手のみの不完全な形で極まっておらず、レフェリーもストップしなかったが、本部席の前田明がタオルを投げ込み、主催者ストップによる TKO 負けと判定されたが、後日に試合結果がノーコンテストに変更された。9月4日、ザ・アウトサイダー第42戦の60から6 5ラム級、タイトルマッチで挑戦者の古田博之と対戦し、1R に、 右フックで小勝ち、王座防衛に成功した。12月29日、ザ・アウトサイダーを運営する株式会社リングスが、朝倉の契約違反により保持する60から 65kg 級、および65から 70kg 級王座の剥奪を発表した。2017年3月11日、初の海外参戦となる韓国、ソウルで開催された。 ロード FC ヤングガンズ32に出場しを、ドゥソクと対戦。1R に、左ハイキックでダウンを奪い TKO 勝ち。10月28日、ロード FC043 で、元バンタム級王者のイギルーと対戦し、0から3の、判定負け。プロ初黒星を喫した。2018年3月11日、ザ・アウトサイダー第50戦有明ファイナルのリング上で、ファンに向け、 ザ・アウトサイダー卒業の挨拶を行った。8月12日、ライジン初参戦となるライジン12で、日置初と対戦。1R、日置のタックルに、左ハイキックをカウンターで合わせダウンを奪い、パウンドで追撃し、TK を勝ち。9月30日、ライジン13でカルシャがダウトベックと対戦。スタンド、グラウンドの攻防でリードし判定勝利。 12月31日、ライジン平成最後のやれんのか。で、リオン部と 68kg 契約で対戦。2R に、左膝蹴りでダウンを奪い、追撃のパウンドで TKO を勝ち。2019年4月21日、ライジン15で、ルイスグスタボと 68kg 契約で対戦。お互いに引かない、激しい展開となったが、的確な打撃や、 テイクダウンなど総合力で差をつけさんから例の判定勝ち。無敗のグスタボに初めて土をつけた。この試合で朝倉は前歯を一本破折し、グスタボは右拳を骨折した。5月23日、自身の公式 YouTube、朝倉未来みくる、朝倉チャンネルにて動画を配信し、YouTuber として活動を開始する。7月28日、大臣17の メインイベントで、ヤチユ介スケと対戦。1階球場のライト級に近い 70kg 契約での試合となったが、ヤチに一度もテイクダウンを許さず、終了間際にダウンを奪うなど、朝倉が終始打撃で試合をコントロールし3から0の判定勝ち。12月31日、大臣20の雷神ベラトル対抗戦の対象戦で、ジョン・マカパと対戦し3から0の判定勝ち。 2020年2月22日、大臣21のメインイベントでダニエル・サラスと 68kg 契約で対戦に r 小勝を収めた。試合後のリング上で元アンセカイライト級王者の僕光明からの対戦アピールを受け、その場で大臣22での対戦が決定した。3月16日、朝倉未来1年チャレンジ始動。朝倉が 無名の若者に対して一年間各討議を指導し育成するという企画で金銭面などは三崎祐太が出資した4月8日朝倉未来ミクル朝倉チャンネルの登録者数が100万人に到達する4月19日開催予定だった大臣22が新型コロナウイルスの感染拡大の影響で中止11月21日 大臣25の大臣初代フェザー級王座決定戦で斉藤博と対戦し0から3の判定負け王座獲得に失敗した12月31日大臣26にて斉藤戦の敗北からわずか1ヶ月で復帰戦を行い元ディープフェザー級王者のイヤマスドミネーターサトシと 68kg 契約で対戦 1R 左ハイキックでダウンを奪い子勝利を収めた。2021年6月13日、東京ドームで開催された、大臣28のメインイベントでくれべる小池と対戦し、に R に三角締めによる自身初の失神一本負け。試合後のインタビューで引退を示唆するも、翌日に自身の YouTube チャンネルで現役続行を表明した。10月2日、 ライジンランドマークボリューム1で、萩原恭平と 68kg 契約で対戦。テイクダウンを繰り返した後、終始グラウンドで萩原をコントロールし、3から0の判定勝ちを収めた。ありがとうございます。